有村架純は中学1年生の時に両親が離婚し、母親に引き取られた。お金がなく一軒家を手放し、マンションに引っ越した。元父親からも養育費の援助はなく、女で一つで育てられた。友達とダンスチームを結成するもダンスを習うお金もなく、市役所が無料で開放しているスペースで夜遅くまで練習した。掛け持ちのバイトも全く休まず、自転車でこけて膝から下が血まみれ状態で出勤し、へへへ大丈夫ですよと笑って働こうとするので、店長に強制的に帰らされた。当時を知る友人や関わった人からも、心優しい頑張り屋さんだと言われている。